チュニジア。チュニジア共和国、チュニジア共、ウアー国、ベルベル語、通称チュニジアは、北アフリカのマグリブに位置する、共和制をとっている国家。西に、アルジェリア、南東にリビアと国境を接し、北と東は、地中海に面する。地中海対岸の北東にはイタリアが存在する。首都はチュニス。アフリカ世界と地中海世界とアラブ世界の一員で、 あり、アフリカ連合とアラブ連盟と地中海連合とアラブマグレブ連合に加盟している。最も早くアフリカと呼ばれアフリカ大陸の名前の由来になった地域である。正式名称はあるジャンハーアットツーニシーヤ、あるジュムフーリーヤ、トゥーニスイーヤ。通称はトゥーニス。日本語の表記はチュニジア共和国。通称チュニジア。 チュニジアと表記されることもある。漢字表記は、とにかく、アラビア語名の、トゥーニス。トゥーニスは、首都チュニスのアラビア語名と同じで、正式名称は、チュニスをととする共和国といったような意味合いである。トゥーニスやチュニスの語源は、紀元前4世紀に、チュニスの地に存在した古代都市、トゥネス、センズで、英語名など、欧米諸言語や日本語の国名チュニジアは、 トゥネスが転化したトゥーネス地名語尾のマイナスイヤを付して作られ、オスマン帝国による故障に習ったものである。古代にはフェニキア人が交易拠点としてこの地に移住し、紀元前814年頃にはカルタ語、前814年前146年が建国され、地中海貿易で繁栄した。しかし、イタリアからの新興勢力ローマとシチリア島の発見をめぐって、 紀元前264年から第一次ポエニ戦争を戦った後、第二次ポエニ戦争では、ローマを滅亡寸前にまで追いやったハンニバルバルカ将軍の活躍もありながら、スキピオアフリカヌスによって本国が攻略され、第三次ポエニ戦争で完全敗北し、紀元前146年に滅亡した。現在のチュニジアとリビアは、ローマ支配下のアフリカ属州。 全146年から439年となった。ローマ支配下では有料な俗州として、ローマ化が進みキリスト教も伝来した。ローマ帝国の東西分裂以後は、西ローマ帝国の管区、314年から432年になるが、ゲルマン系バンダル人が439年に侵入。カルタゴにバンダル王国、439年から534年。 が建国された。バンダル王国は海運で繁栄したものの534年には東ローマ帝国に滅ぼされ東ローマ帝国に組み入れられた534年から590年。7世紀にはイスラム教のもとに急合したアラブ人が東方から侵入し、土着のベルベル人の女王と東ローマ帝国の連合軍を破りアフリカをイスラム世界に編入した。 ウマイヤ朝、イフリキーヤ、665年から744年、イフリキーヤ、745年から757年、ハワーアリジュイフリキーヤ、757年から761年、アッパース朝、イフリキーヤ、761年から800年と、俗領に位置付けられていたチュニジアに、アッパース朝のカリフに侵入する形でカイラワーンのアグラブ町、 800年から909年が成立し、アグラ部長の衰退後は、ハンアッパース長を掲げたイスマーイールハヌ・ファーティマ町、909年から1171年がこの地で起こり、アグラ部長を滅ぼした。ファーティマ町の衰退後、カイラワーンには、ズイール朝、983年から1148年が栄えた。その後もロッコ方面から勢力を伸ばした、ムワヒド町。 1130年から1269年の支配に置かれた後に、1229年に、チュニスにハフスアサ、1229年から1574年が成立した。ハフスアサは、西は、アルジェから東は、トリポリにまで至る領土を統治し、歴史除雪を表したイブンハルルーンなどが活躍した。しかし、ハフス朝は徐々に衰退し、16世紀初頭に、 オスマン帝国の支配から逃れるために、スペインの属国になった1574年に、オスマン帝国によって滅ぼされ、1574年から1705年として併合された。オスマン帝国時代の初期には、パシャと呼ばれる軍司令官が派遣されてきたが、ヨーロッパ列強侵略によるオスマン帝国の弱体化が進むと、チュニスの米は、 イスタンブールのオスマン政府から独立した統治を行うようになり、1705年には、フサイン朝チュニス君公国、1705年から1881年がチュニジアに成立した。フサイン朝は、フランス支配を挟んで252年間にわたり、統治を行った。1837年に即位した時代に始められた、西欧よりの政策と、 福国共閉策によって、チュニジアは近代化イコール西岡化政策を取った。などの活躍により1861年には憲法が制定され、はイスラーム世界及びアフリカ世界初の立憲君主となった。しかし、保守派の抵抗によって1864年に憲法は停止され、近代化イコール西岡化政策は挫折した。1869年には、 西岡政策の負担によって財政は破綻した。1878年のベルリン会議でフランスの総資権が列国に認められるとフランスによるチュニジア侵攻が行われ、1881年の1883年のマルサ協定でフランスの保護領フランス領、チュニジア1881年から1956年となった。この結果、 米は名目のみの君主となり、事実上の統治はフランス人総監が行い、さらに政府及び地方自治の要職もフランス人が占めた。1907年には、チュニジア独立を目的とする結社、青年チュニジア党が創設され、1920年には、に発展し、チュニジア人の市民権の承認、憲法制定、チュニジア人の政治参加を求める運動を展開する。 ハビーブ・ブルギーバの、は、チュニジアの完全独立を要求した。このようなチュニジアの民族運動の高まりを受けて、フランス政府は1956年に、米のを国王にする条件で独立を受け入れた。初代首相には、ブルギーバが選ばれ、チュニジア王国、1956年から1957年、が成立し、独立を達成した。しかし、 翌1957年には王政を廃止、大統領制を取るチュニジア共和国が成立した。首相から横滑りで大統領となったブルギーバは1959年に憲法を制定し、社会主義政策を取るが、1970年代には自由主義に路線を変更した。しかし、長期政権の中、ゼネストと食料危機など社会不安が高まり、 1987年には無血クーデターが起こり、ベンアリー首相が大統領に就任し、ブルギーバ政権は終焉した。1991年の湾岸危機では、イラクのサッターム・フセイン政権を支持し、アラブ人の連帯を唱えた。1990年代には、隣国アルジェリアでイスラーム主義組織によるテロが繰り広げられ、内戦に発展したため、アルジェリア内戦、 イスラーム主義組織は厳しく弾圧された。現在では、イスラーム諸国の中では、比較的穏健なソフトイスラムに属する国であり、中東と西洋のパイプ役を果たしている。観光地としても発達し、アフリカの国の中では良好な経済状態である。一方で、若者の失業率は30%前後と未だに高い。2010年末に始まった。 対人要求デモが全土に拡大する中、2011年1月14日に国外に脱出したベンアリー大統領の公認としてまず、モハメット・ガンネウシ首相が暫定大統領への就任を宣言。翌1月15日に憲法評議会は規定に基づき会議長の不和止め技を暫定大統領に任命。この一連の事件は、ジャスミン革命と呼ばれる、ジャスミン革命は、 2011年1月現在、正式な名称ではない。詳細は該当ページを参照。2011年10月23日、中東、北アフリカ地域で広がっている政変、アラブの春とも称されている。5の最初の選挙、定数217が行われた。恩恵派の名札が第1党に進出した。4割の得票で89議席。 CBR が29議席、エタカトルが20議席を獲得した。今回は33の選挙区ごとに、政党の候補者リストに投票する、比例代表選挙であった。参加政党数は80を超え、立候補者数も1万1000人と多かった。11月19日政権議会選挙で、第1党になった、アンナハダと2つの世俗政党が、政権協議した結果、 ハマデジェバリ、アンナハダを、次期首相に選出することで合意したと、第二党の共和国会議当局者が、明らかにした。また、次期大統領には、モンセフマルズーキ、CPR 党首、議会議長に、第三党の、労働、自由民主フォーラム、FDTL、通称エタカトルノムスタファ・ベンジャー・ファルが就任する。 22日に選挙後初の議会が開かれ、主要人事が承認された。2013年2月野党党首暗殺事件の責任を取り、ジェバリ首相が辞任。マルズーキ大統領は3月内省に疎閣要請した。2013年7月ラライエドは繰り返される、世俗派野党党首暗殺を受け、混乱収集のために12月をめどに総選挙を行うと表明。 2014年1月26日政権議会は、新憲法案を賛成多数で承認し、27日に、マルズーキ大統領が署名した。チュニジアの政体は、共和制、大統領制を採用する立憲国家である。現行憲法は1959年6月1日に、交付、1988年7月12日及び2002年5月26日。 改正されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出される。任期は5年。再選制限はない。憲法により大統領は行政の最高責任者とされ、首相、閣僚、各県の知事の任免権、軍の最高指揮権、非常事態宣言の発令権など強大な権力を与えられている。首相及び閣僚評議会。 内閣に総統は大統領の補佐機関に過ぎない。立法府は両院制で2002年の憲法改正により新設された上院と従来立法府として存在してきた大議員、下院に総統で構成される。上院の定数は126議席で、うち85議席は地方議会による間接選挙により選出され、41議席は 大統領による任命制である。大議員は定数189議席で、全議席が国民の直接選挙により選出される。議員の任期は上院が6年、大議員が5年である。チュニジアでは1988年の憲法改正で、複数政党制が認められたが、2011年の政権崩壊まで与党立憲民主連合、RDC が事実上、 チュニジア政治を担っていた。RDC は1988年まで社会主義権政党、PSD という名称で一党支配を行っており、複数政党制承認後に RDC と解消した後も、チュニジアの支配政党であり続け、2011年まで一度も政権交代はなされていなかった。政権崩壊後の選挙であんな肌が与党になった。野党で、 比較的有力なものには民主社会運動 MDS と人民統一党 PUP がある。他に非合法化されたチュニジア共産党の流れを組むエッタジリード変革運動があったが、同党は他勢力と統合し社会民主の道運動あるマサールになっている。過去にもイスラーム主義政党も存在したが、共産党と同様に血統が禁じられていた。 司法権は最高裁判所が担っている。チュニジア軍は陸軍、海軍、空軍の三軍から構成され、総人員は約3万5千人である。三軍の他にも内務省指揮下の国家警備隊と沿岸警備隊が存在する。成人男子には選抜長平成が敷かれている。兵器体系はかつて中国から購入した紹介艇などを除いてほとんど西側に準じている。 独立直後からしばらくは、フランス軍のビゼルト基地問題や、アルジェリア戦争への対応をめぐって、フランスと対決する姿勢で接したが、1970年代以降は、親フランス、親西側政策が続いている。1980年代に入ると、アラブ連盟の本部がカイロからチュニスになり、事務局長にチュニジア人が選ばれ、1990年代のエジプトの連盟復帰まで、 アラブ諸国の名手にもなった。初代大統領ブルギーバは、セネガルの初代大統領サンゴールらと共に、フランコフォーニー国際組織の設立に尽力した。1974年1月に、チュニジア国内の親アラブ派の移行によって、リビアと合法が宣言され、アラブイスラム共和国の成立が宣言されたが、この連合はすぐに崩壊した。その後、リビアは、チュニジアと対立し、 1980年のガフサ事件ではリビアで訓練を受けたチュニジア人反政府勢力がガフサの街を襲撃し多くの被害を出した。1985年にはリビア軍がチュニジアとの国境付近に集結しチュニジアを一嚇した。パレスチナ問題をめぐってはチュニジアはわずかながら第3次中東戦争と第4次中東戦争にアラブ側で派兵した。 1982年にパレスチナ解放機構 PLO の本部がチュニスに移転したがオスロ合意後の1994年にパレスチナに再移転したチュニジアにはパレスチナ人難民はごくわずかしか流入しなかったチュニジアはイスラエルを承認しているが関係は決して良好とは言えずガザ紛争2008年から2009年においてはイスラエルを非難している チュニジアには24のウィラーや県アラブ語表記に分かれている。各県の県知事は大統領による任命制。国土は北端から南端までが約8 5 0トル、東の沿岸から西方の国境まで約2 5 0トルと細長く南北に伸び、南端は先の細い尖った形である。東はリビア、西はアルジェリアに隣接する。 北岸、東岸は地中海に面する。国土は北部のテル地域と中部のステップ地域、南部のテル地域の3つに大きく分けられる。北部地中海沿岸にはテル山地があり、その谷間を北東にメジェルダ川が流れている。メジェルダ川流域のメジェルダ平野は国内で最も肥沃な穀倉地帯になっている。東側の地中海に面した海岸線は 約キロメートルにわたる。北からチュニス湾、ハモメット湾、ガベス湾の並び、両港も多い。この沿岸部に古くから低住民が集中した。その南には、アルジェリアから続くアトラス山無薬中の国内最高峰であるシャンビ山1544メートル以東がドルサル山地となっている。ドルサル山地は地中海からの湿気を遮るため、 ドルサル山地より南はガベス湾までステップ気候になっていて西部の標高400メートルから800メートルの地域をステップ高原東部の標高400メートル以下の地をステップ平原と呼ぶステップ高原の南には平方5000キロメートルのジェリド湖塩湖があるこの塩湖の北にある町メトラーウィアその西のルダイフでは19世紀の末から 林鉱石の採掘が開始され、現在では、その産出量は、世界第五位で、チュニジアの主要な輸出品ともなっている。ガベス湾の沖には、ジェルバ島が存在する。南半分は、サハラ砂漠になっており、マトマタから南東に、ダール丘陵が、リビアまで続く。ダール丘陵から東には、標高200メートル以下のジェファラ平野が広がる。 この砂漠は風によって絶えず景色が変化する砂砂漠、エルグ、ゴツゴツした石や砂利と乾燥に強い植物がわずかに見られる歴砂漠、または植生のない岩肌がむき出しになっている岩石砂漠が広がっており、砂砂砂漠は一部であり、大部分は歴砂漠と岩石砂漠で占められている。欠片の気候区分によると、 北部の地中海沿岸部は地中海西気候となり、地中海沿岸を南に行くとスファックス付近からステップ気候になる。さらに南のサハラ砂漠は砂漠気候となる。春から夏にかけてサハラ砂漠から北にシロッコと呼ばれる熱風が吹き出す。北部では冬に雪が降ることがある。チュニスの年間降水量は470ミ、mm、リメートル前後だが、 北部のビゼルトでは1000ミリメートルを超える。今ではチュニジアは、経済の自由化と民営化のさなか、自らが輸出志向の国であることに気づいており、1990年代初期から、平均5%の GDP 成長でありながらも、政治的に結びついたエリートが恩恵を受ける汚職に、苦しんだ。チュニジアには、様々な経済があり、農業や工業、石油製品から、 観光にまで及ぶ。2008年では GDP は410億ドル、公式為替レートもしくは820億ドル、購買力陛下であった。農業分野は GDP の11.6%、工業は25.7%、サービス業は62.8%を占める。工業分野は主にイリド、履物類の製造や自動車部品と電子機器の生産からなる。 チュニジアは過去10年間で平均5%の成長を成し遂げたが特に若年層の高い失業率に苦しんでいる。チュニジアは2009年には世界経済フォーラムによってアフリカにおいて最も競争力のある経済と位置づけられた。全世界でも40位であった。チュニジアはエアバスやヒューレット・パッカードなどの多くの国際企業の誘致に成功した。 観光は2009年には GDP の7%と37万人分の雇用を占めていた。変わらずヨーロッパ連合がチュニジアの最大の貿易パートナーであり、現在チュニジアの輸入の72.5%、チュニジアの輸出の75%を占めている。チュニジアは地中海沿岸でヨーロッパ連合の最も確固とした貿易パートナーの一つであり、 EU の30番目に大きい貿易パートナーに位置づけている。チュニジアは1995年7月にヨーロッパ連合と締結した最初の地中海の国である。ただし、効力が生じる日の前にチュニジアは両地域間の貿易で関税を撤廃し始めた。チュニジアは2008年に工業製品への関税撤廃を完了し、そのため EU との自由貿易圏に入った。 最初の地中海の国になった。は、チュニスで建設されている完全なスポーツ都市である。集合住宅に加え多くのスポーツ施設からなる。この都市は50億ドル、約500億円かけて UAE のブキャターグループによって建設される。チュニスファイナンシャルハーバーは30億ドル、約300億円の開発利益を見込む。プロジェクトにおいて、チュニス湾にある北アフリカで、 初めてのオフショは金融センターになる。チュニステレコムシティは、チュニスにおける IT ハブを作成する30億ドル、約300億円規模のプロジェクトである。チュニジア経済には、小麦とオリーブを中核とする歴史のある農業、原油と林鉱石に基づく、工業、農産物と鉱物の加工によって成り立つ工業という3つの柱がある。 そのため他のアフリカ諸国より工業基盤は発達しており、一人当たりの GDP は約4000ドルでありモロッコやアルジェリアと共にアジアの新興国とほぼ同じレベルである。急速な成長を見せているのは欧州諸国の被覆製造の下請け産業だ。貿易依存度は輸出34.4%輸入45.2%と高く狭い国内市場ではなくフランス、 イタリアを中心とした EU 諸国との貿易の占める比率が高い。2003年時点の輸出額80億ドル、輸入額109億ドルの差額を埋めるのが24億ドルという観光収入である。国際的には中所得国であり、アフリカ開発銀行 ADP の本部が置かれている。フランスやリビアに出稼ぎしているチュニジア人労働者からの送金も、 大きな外貨収入源となっている。アトラス山脈の東端となる国の北側を除けば国土の大半はサハラ砂漠が占めるものの農地の占める割合が国土の31.7%に達している。ヨーロッパに比べて早い収穫期を生かした小麦の栽培と輸出、乾燥機構にあったオリーブと野菜栽培が農業の要である。 食料自給率は100%を超えている。北部は小麦栽培と畜産が盛ん。羊を使用中畜とする畜産業は北部に集中するが農業に占める比率は中部、南部の方が高い。2005年時点の生産口を見ると世界第5位のオリーブ70万トン、世界シェア4.8%、世界第10位のグレープフルーツ7.2万トン、 2.0%が目を引く。夏目ヤ市13万トン1.8%、ラクダ23万トン1.2%といった乾燥機構を生かした産物、家畜も見られる。主要穀物では小麦136万トンが北部で大麦44万トンは主に南部で生産されている。生産量ではトマト92万トンも目立つ。 チュニジア工業の中核は世界第5位の林鉱石リン酸カルシウム240万トン5.24%主な鉱山は国土の中央部ガフサ近郊にある。油田は1964年にイタリア資本によって発見され南部のボルマ近郊の油田開発が進んでいる。一方、リビア国境に近いカベス湾の油田はあまり進んでいない。 2004年時点の採掘量は、原油317万トン、天然ガス82000兆ジュールである。エネルギー自給率も100%を超えている。このほか、亜鉛、銀、鉄、鉛を採掘している。これは、プレート移動によって形成された、終極山脈であるアトラス山脈に由来する。全体的な工業の様相は、 アトラス産無薬生産に位置する国モロッコとよく似ている。チュニジア工業は農業生産物の加工に基づく食品工業、鉱物採取と連動した化学工業、加工貿易を支える機械工業と繊維業からなる。食品工業は6000万本にも及ぶオリーブから採取したオリーブ油と加工野菜、缶詰が中心である。オリーブ油の生産工は 世界第4位、15万トン、6ン4だ。化学工業は、主として、肥料生産と、その派製品からなる。世界第3位のリン酸、六63万トン、3.7%、同第6位の硫酸、486万トン、4.8%、同第7位のリン酸肥料、97万トン、2.9%、である。主な工業都市は、首都チュニス。 輸出に占める工業製品の比率が81%、輸入に占める工業製品の比率が77.8%で、あるため、加工貿易が盛んに見える。これは、繊維産業と機械産業によるものだ。輸出を品目別に見ると、医療セント、電気機械セント、原油ント、化学肥料ント。 織物3.7%である。一方、輸入は、セニ14.7%、電気機械11.9%、機械類10.7%、自動車6.9%、医療5.3%である。食料品が輸出に占める割合は7.6%、輸入では9.0%。主な貿易相手国は、EC 諸国。 特に急創四国であったフランスと支配を受けたイタリアである。輸出入ともこの二国が約5割の比率を占める。金額別では輸出相手国がフランス、イタリア、ドイツ、リンゴクリビア、ベルギー、輸入相手国がフランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギーである。首都チュニスにはチュニスカルタ語国際空港があるほか、ヨーロッパでは リゾート地として知られるには、エンフィダイコールハンマメット国際空港が、ジェルバ島には、ジェルバイコールザルジス国際空港があり、いずれの空港も、主として、周辺国やヨーロッパの都市と結ばれている。北部を中心に、チュニジア鉄道が付設されている。A1、A2、A3、A4 の4つが主要路線となっている。また、一部区間はの一部分となっている。 イスラーム国だが、世俗的な国家であり、独立と同年の1956年、ブルギーバ初代大統領の国家フェミニズムの下で制定された家族法によって、トルコと同様に、一夫多再生や公共の場でのスカーフやベールの着用は禁止されている。続くベンアリー大統領もフェミニズム政策を踏襲し、 1993年には婚姻後の夫婦共有財産も個別財産として選択可能となった。家族法制定から現在まで女性の社会進出が著しく、アラブ世界で最も女性の地位が高い国となっている。イスラム世界では珍しく、チュニジアは中絶が法律で認められている国である。百五十六年の独立時から二千七年までの人口増加が、 約2.3倍である。住民はアラブ人が98%である。チュニジアの先住民はベルベル人やフェニキア人だったが、7世紀のアラブによる征服以降、住民の根血とアラブ化が進んだため、民族的にはほとんど分けることができない。残りはヨーロッパ人が1%、ベルベル語を話すベルベル人、ユダヤ人、黒人など、その他が1%である。 アラビア語が公用語であるが、独立前はフランスの保護下にあったことから、フランス語も広く普及しており、教育、政府、メディア、ビジネスなどで使われるなど巡公用語的な地位となっている。教授言語はフランス語とアラビア語の両方となっており、大多数の国民がフランス語を話すことが可能である。アラビア語チュニジア方言はマルタ語に近い。また、ごく少数ながら、 ベルベル語の一つである、シェル派も話されている。イスラームが国境であり、国民の98%はスンナ派で、わずかながらイバード派の信徒も存在する。その他、ユダヤ教、キリスト教、主にカトリック、ギリシャ正教、プロテスタント。イスラームも、比較的戒律は緩やかで、女性もベールを被らず、西洋的なファッションが多く見られる。1980年代に、 イスラーム主義の交流とともに、ベールの着用も復古したが、1990年代に、隣国アルジェリアで、イスラーム主義者と軍部の間で内戦が勃発すると、イスラーム主義は、急速に衰退し、ベールの着用も衰退した。チュニジアには56万人の信者を要する、キリスト教徒のコミュニティがあり、大まかに言って、カトリックとプロテスタントに分かれる、24万人が、 カトリックで32万人がプロテスタント。チュニジア南部のゼルバ島はユダヤ人居住区の飛び地となっており、島のエル・グリーバシナゴーグは世界で最も古いシナゴーグのうちの一つである。6歳から16歳までの初等教育と前期、中等教育が無償の義務教育機関となっており、その後4年間の後期中等教育を経て、高等教育への道が開ける。 チュニジアの児童は家庭でアラビア語チュニジア方言を学んだ後、学校で6歳から生息アラビア語の読み書きを、8歳からフランス語の読み書きを、12歳から英語を教わる。2004年のセンサスによれば、15歳以上の国民の識字率は74.3%、男性 83.、83.4%女性 65.、65.3%である。 主な高等教育機関としては、在都な大学737、チュニス大学1960、カルタゴ大学1988、エルマナール大学2000などが挙げられる。名門リセ、高校としては、サディー機構1875も挙げられる。代表的なチュニジア料理としてはクスクス、粒状のパスタ、ブリック、 ラブレビなどが挙げられる。チュニジアはイスラーム国であるが、ワインの生産国でもある。チュニジアワインには、フランスの影響により、ロゼワインも多い。松の実入りのミントティーがあり、オレンジ、ゼラニウムなどの花の蒸留水フラワーウォーターはコーヒー、菓子に入れる。大多数のチュニジア人の母語は、アラビア語だが、生息アラビア語の宗教的な特性により、 近現代のチュニジア文学はフランス語で書かれることも多い。現代の代表的なチュニジア出身の作家としては、アルベール・メンミ、アブデル・ワハブ・メレブ、ムスタファ・トゥリリなどが挙げられる。中世において、イスラーム世界最大の学者と呼ばれる、チュニス出身のイブン・ハルドゥーンは、歴史序説を表した。ハルドゥーンは、歴史序説にて、アサビーや、 集団における人間の連帯意識を軸に、文明の発達や没落を体系化し、独自の歴史法則理論を打ち立てた。ハルドゥーンは、労働が富を生産するとの概念を、18世紀に労働価値説を唱えたアダム・スミスに先んじて、特など、天才的な学者であった。チュニジアは、映画制作の盛んな国ではないが、チュニジア出身の映像作家としては、チュニジアの少年、 1990のフェディッド・ブーゲディールや、ある歌い目の思い出、1994のムフィーダ・トゥラートリなどの名が挙げられる。1966年から2年に一度、カルタゴ映画祭が開催されている。チュニジア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が7件、自然遺産が1件存在する。国技はサッカーであり、2016年現在、 サッカーチュニジア代表は、初出場となった1978年のアルゼンチン大会以降、1998年のフランス大会、2002年日韓共同大会、2006年のドイツ大会まで3期連続で FIFA ワールドカップに出場した。主なプロクラブとしては、エスペランスチュニス、クラブアフリカーン、エトワールサヘル、CS スファクシアンなどの名が挙げられる。 バレーボールも盛んであり、バレーボールチュニジア男子代表は、アフリカ諸国の競合に挙げられる。陸上競技では、モハメド・ガムーリが、メキシコ式オリンピック男子5000メートルで、金メダルなど、メダル4個、競泳で、ウサマ・メルーリが2008年の北京オリンピック男子1500メートル、自由型で、金メダルを獲得している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。